皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。アンジェラブマスコットのヒデです。今日はですね、北青下トカゲの、給餌のね、シーンを見ながらお話ししていきたいと思います。北青下トカゲをね迎えて、2週間、経ちました。本当にね、青下トカゲ、可愛いところとね、いかついところ、かっこいいところ、いろいろあるんですけどもね、強いてね言うなら、かわいいですよね。飼育していて楽しい爬虫類になりますね。でね、今回は、ゴキブリのねデュビアをね、の池、生きてるね餌をあげてみました。池はね初めてでしたけどもね、反応がすごくいいですよね。トカゲなのでね、目もいいので、目でね、目視してしっかりとね、餌と、認識してね、食べてくれてますね。でね、個体差がやはりねありますのでね、餌と思ってね、噛みついて、噛んでね、そのまま食べていくことね、実際、狩猟といいますかね、野生化でも、餌を、ね、食べてまずね、言い方変えるとね、殺すといいますかね、地面にね叩いて、弱らせてからね、食べることがね、いろいろいますね。でね、実際、多頭飼育という形でね、現状今6匹一緒のね、ケージに、ケースですねに一緒に入れて、育てています。普段ね、この餌の時以外はね、お互いに噛んだりとかね喧嘩するようなところはね、ないですね。でやはりね、餌の取り合いといいますかね、非常に、食いしん坊なところがありますので、噛みつく、お互いにね、噛みついてしまうっていうことはあるのでね、それの点を注意しながら、今回ね、給餌しています。で我が家ね、デュビアをね昔いつぐらいかですね、かなり前、テグーですね、レッドテグーとかねいましたので、その時にね、買ったデビアをね、累大飼育というか、そのまま増やしてね、たまに新しい血を入れてね、いるんですけども、なかなかね、クレスも食べるんですけどもね、そんなたくさん数食べないのでね、デビアはたくさん我が家にいるので、これだけね青舌が、食べてくれるとね、安心といいますかね、そのディビアの数も減っていってくれるなと思ってね、少し助かりますね。でね、実際青下とかが、雑食なのでね、それでね実際、青下トカゲなんですけどもね、雑食ですから、昆虫だけでね、育てられるのかどうかとかね、気になったりするんですけども、実際、野生下ではね青下トカゲがね、食べてるものっていうのはね、そういう動物性のものと植物性のものとのね割合がどれくらいなのかっていうのはね、気になったりはしますよね。実際ね、デュビアにはね、フードといいますかね、我が家の場合はね、実際に、鳥の餌みたいなものとね、果物とかね、を与えてますのでね、間接的にね、そういう栄養は取れてるとは思うんですけどもね、どこまでね、昆虫を多めにしてあげていいのかっていうのはね気になるところではありますよね。といってもね、うちにはね、ドッグフードもありますし、マウス、ピンクマウスとかもねありますしね、冷凍コオロギもありますのでね、
まあいかんせんねディビアが、売るほどありますのでね、ディビアをねこれだけ食べてくれるのは嬉しい限りですね。でね、飼育環境をね少し、まあ、見直したといいますかね、まあ、やはり、6頭6匹のね多頭飼育していますので、隠れ家というかねシェルターのようなものをね少し増やしました。これね、筒状になっているものですけどもね、こちらの方をね、まあ、自分でね、まあ、作ったと言いますかね、まあ、カットしただけなんですけど、これが結構ね、まあ、重宝するような形ですね、30センチぐらいのね長さで、作ってますね、あとね、まあ紫外線ライト、ホットスポット作るためにね、バスキングライト、バスキングライトと、まあ、UVB、UVA をね、併用できるねライトを、つけたんですけどもね、こちらがねちょっとね、25ワットのものなんですけども、ちょっとねスポット自体がね、40度ぐらいになってるのでね、少し、温度が高すぎる感じはなるんですけどもね、実はこのケージね一応、まあ、海外のね安物なんですけどもね、あまり通気性がいい意味でね良くないので、まあ温度がね上がりやすいのでね、ちょっと40度はね高いのでね、もう少しちょっと調整していきたいなとは思っているんですけどもね、やはりね、青下トカゲ、まあ紫外線はまあいらないんじゃないかなとかね、言われてはいますけどもね、まあこのね、設置する前のねライトが弱かったのでね、結構ね、色が黒い感じだったんですけどもね、やはりね、ライトをつけると明るい感じにね、まあ、紫外線当てたからかは分かりませんけどもね、綺麗にね、なってますので、やはりね、トカゲなのでね、まあ夜行性ではないので、まあ、紫外線ライトをね当てた方がやっぱいいのかなとは思いますね。これはねやっぱヤモリ、夜行性のね、生き物とはまたね違うとは思ってはいますね。それでね、まあ青下トカゲ飼って、まあ2週間経ちましたけどもね、もちろんね、迎えるまでねいろいろと、調べて、あとね、専門ショップ店専門店舗に行ってねいろいろと話を聞いたりはしてたんですけどもね、まあ、北青下トカゲもね実はね、まあ、品種、モルフが増えてますね。まあ、北青下トカゲというよりね、まあオーストラリアのトカゲ、まあ、東青下トカゲとね、モルフもいろいろあるんですけども、そういういろんな品種がね、出てきてるんですよね。こうなってしまうとね、やはりねあのクラスの時もそうだったんですけどもね、ちょっとね、夜モルフミューテーションものにねにも、気になってしまうんですね。でね、まあ北大下トカゲでね、代表的なねモルフっていうのはねスーパーハイポとかね、まあ、ノーザンホワイトとかホワイトノーザンとかね言われたりしますけども、まあ、模様はね多少入りますけどもね、夜、白くなる、ものがね代表的なモルフになるんですけどもね、これは気になりますね。でね、メラニスティックね、黒い、青下トカゲもいますけどもね、こちらはねどちらかというと、まあ、東青下トカゲの方ですね、そちらの方から、まあ、見つかったのかね作られたのかわからないんですけどもね、黒い、青下もいます。でね、その黒いトカゲとねその白いトカゲをね合わせてっていうねものもね、出てきてるんですけどもね、まあ、こちらの方はねその日本の人はねこだわったりすると思うのでね、どうかっていうにもなるんですけども、まあ北大下トカゲとね、
その東青下トカゲをね、考察したものっていうのはどうなのかっていうのにはなるんですけどもね。ちょっとね、話はそれますけどもね、まあ、ボールパイソン、まあ、こちらに、ね、関してはたくさんの品種モルフがね、もうわからないほど出てますけどもね、こちらのねボールパイソンに関してはね、もともとはね、昔からその、まあ、地域変異っていうかね、地域ごとの、まあ、変異したものっていうのはねあまり言われてないですよね。まあその前ね、まあ、モルフ、まあ、アルビノとかね、発見されて、今日まで至ってますけどもね、そのボールパイソンなんかもね、国を挟んだ形でねいろいろ、交配させてますもんね。まあ15年ぐらいまではね、その FH ワイルドとかでね、ガーナとかね、ベナウンとかね、まあいろいろ、トーゴとかね、ワイルド FH が入ってましたけどもね、やはり実際その国でね、特徴が多少出てましたよね。まあ、トーゴとかね非常に、黄色っぽい、個体が多かったですしね、ガーナはね、まあ、ほんと黒っぽいというかね、焦げ茶色っぽいっていうのが多かったですけどもね、まあ、その国ごとのね、まあ、地域変異っていうのが多少あると思うんですけどもね、そのボールパイソンに関してはね全く言われたことなかったですよね、うん。まあ、ただねオーストラリアっていうのはね、過去にもね全然入ってこなかったのでね、やはりその各品種馬ごとにね、きちんと、まあ、交配させていくっていうのがね、どっかでそういう気持ちっていうかねありますよね、うん。ちょっとね、尻切れトンボになってしまいましたけどもね、皆さんね次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。